カモノハシは、哺乳工単鉱目カモノハシカカモノハシ属に分類される、哺乳類。原生種では本種のみで、カモノハシカカモノハシ属を形成する。オーストラリア、分布域内では、熱帯雨林、亜熱帯雨林、ユーカリなどの紅葉樹林、高山地帯などの淡水の火星や湖床などに生息している。カモノハシがヨーロッパ人によって、 最初に発見されたのは1798年のことであり、カモノハシの毛皮やスケッチが第2代ニューサウスウェールズ州総督であったジョン・ハンターによりグレートブリテン王国へ送られた。イギリスの科学者たちは当初はこの標本が模造品であると考えていた。1799年にナチュラリストエス・ミス・レイニエこの動物について最初に記載を行ったは それが本物であることを疑わずにはいられないと主張し、ロバート・ノックスはアジア人の白製死によるものと信じていたという。誰かがビーバーのような動物の体にカモのくちばしを縫い付けたものであると考えられ、ショーは縫い目がないかを確認するため毛皮に切り込みを入れた。英語の一般名であるプラティペスはギリシア語で平たいを意味するパイラムダアルファータウと足を意味する。 アイウプシロンからなり、扁平な足を意味する。ショウは、記述に際し、リンネの分類の俗名として、プラティペスを当てたが、この後はすぐに、キクイムシカの昆虫のプラティペス俗に付けられていることが、分かったため、1800年に、ヨハン・ブルーメンバッハによって、ジョゼフから送られた標本に基づき、オーナサリンカス・ペラーダキサスとして記述され、後に選手権の原則に従って、 オーナサリンカス・アナトネスと学名が付けられた。オーナサリンカス・アナトネスという学名は、ギリシア語で鳥の興奮を意味する、ロ老乳イを足したロウプシロンニュカイと、ラテン語でカモのようなを意味するアナトネスからなる。プラティペスの統一された複数型は存在しない。通常、科学者たちはプラティペセスを使うか、単にプラティペスを使用している。公語では、プラティッピという語が、 複数型として使われるが、厳密には間違いであって、正確にはギリシア語の複数型では、プラティポズとなるはずであり、ラテン語まがいの言語の形をとっている。初期のイギリスからの移民たちは、水モグラという意味の、ウォーターモルや、カモのくちばしを指す、ダクビル、カモモグラを意味する、ダクモルなど、様々な名前で呼んでいた。また、カモの橋類は一種しか現存していないものの、 ダックビルドという形容詞が前に付けられ、ダックビルドプラティペスと呼ばれることがある。全長は、オスで最大6 3 0ミ、mm、リメートル、メスで最大 550mm、おなが85から1 5 0ト、mm、ル。体重は、オスで1から3ラム、メスで0.7から1 8ラム、全身には 1C 平方メートルあたり600本以上の柔らかい体毛が生えている。 体毛の色は、背面は褐色から茶褐色で、覆面は乳白色である。外側の毛は水を引き、内側の毛は保温性に優れている。紐は、一般的な哺乳類と同様であり、一時毛法の周囲に二つの二次毛法が付随する毛包群から形成される特徴を有し、一時毛法の中心保護毛と一本の下毛とからなる毛束。 足部保護網と数本の下毛からなる毛束が確認できる。名前の通りかものように幅が広く、ゴムのような断性のあるくちばしを持ち、外見上の大きな特徴の一つとなっている。このくちばしには鋭敏な神経が通っていて、獲物の生体電流を感知することができる。一方、かもの橋には歯がなく、長らく謎とされてきたが、三重大学などの共同研究チームの調査では、くちばしの向きや、 電気感覚を脳に伝える三叉神経が発達したために、歯の生える空間が奪われ、歯の消滅につながったと考えられている。死は短く、水かきが発達している。オスの後ろ足には、毛爪があり、この毛爪からは口実の毒が分泌されている。メスも若い時には後ろ足に、毛爪があるが、成長の過程で消失する。哺乳類ではあるが、乳首は持たず、メスが育児で、 授乳の際は腹部にある乳腺から乳が分泌される、オスの後足に見られる石灰質の毛爪。ここから毒を分泌するカモノハシは、オスもメスも毛爪を持って生まれるが、オスの実が毒の混合物を分泌する毛爪を持っている。この毒は主にディフェンシンのようなタンパク質類で構成されており、その中の3種はカモノハシ特有のものである。 このディフェンシンのようなタンパク質は、カモノハシの免疫機構により生産されている。犬のような小動物を殺すのには十分な強さの毒で、人に対しては致死的ではないものの、被害者が無力になるほどの強い痛みがある。その痛みは大量のモルヒネを投与しても鎮静できないほどであるという、毒による不死は、傷の周囲から急速に広がり、死士まで徐々に広がっていく。 事例研究から得られた情報によると、痛みは持続的な痛みに対して高い感受性を持つ感覚過敏症となり、数日から時には数ヶ月も続くことが指摘されている。だが、人がカモノハシの毒で死亡した例は報告されていない。毒はオスの足にある包状腺で生産されており、この腎臓の形をした包状腺は甲子の小骨の毛ずめへ、 管によって繋がっている。メスのカモノハシはハリモグラ類と同じで未発達の毛爪の芽があるが、これは発達せずに一切になる前に脱落し、足の線は機能を欠いている。毒は哺乳類以外の種によって生産される毒とは異なった機能を持つと考えられている。毒の効果は生命に危険を及ぼすほどではないが、それでも外敵を弱めるには十分な強さである。 オスのみが毒を生産し、繁殖期の間に生産量が増すため、この期間に優位性を主張するための攻撃的な武器として使われると考えられている。群れは形成せず単独で生活し、夕方や早朝に活動が最も活発になる白明白母星である、水中では目を閉じて泳ぐが、くちばしで生体電流を感知し獲物を探す。 動かなければ、最大で11分ほど水中に潜っていることができるが、通常は1から2分程度である。植生は肉食性で、昆虫類、甲殻類、貝類、ミミズ、魚類、両生類などを捕食する。陸上を移動する場合、前足が地面につくときに水かきのある指を後ろに折りたたむようにして歩く。水辺に穴を掘って巣にする。巣穴の入り口は、 水中や土手にあり、さらに水辺の植物などに隠れ、外からはわからないようになっている。繁殖期は井戸によるが8月から10月である。繁殖形態は哺乳類では非常に珍しい卵性で、巣穴の中で1回に1から3個の卵を産む。卵の大きさは約17ミリメートルで、卵角は男性がありかつ粘り気のある物質で覆われている。卵はメスが放卵し、 約10から12日で孵化する。子供は、くちばしの先端に、卵くちばしを持ち、卵くちばしを使用して、卵殻を割って出てくる。生態の4分の3程度の大きさになるまでに離乳し、約4ヶ月で独立する。メスは、約2年で成熟する。寿命は、最大で21年。NER a、R、セレットンド、日本国内の動物園で飼育された事例はない。また、過去に、 東京都で行われる予定であった世界都市博覧会で展示の誘致を行っていたが都市博中止以前の段階でオーストラリア政府の許可が得られ買ったため中止となったオーストラリアの動物園ではビクトリア州にあるヒールズビル自然保護区とクイーンズランド州にあるローンパインコアラ保護区などで飼育されているカモノハシを見ることができるありがとうございます